でありながら軽快な機動性を持っています。会場左手をご覧ください。 YS11 が優雅に進入し、皆様の前を通過した後一転換します。YS11 のクルーを紹介します。パイロット担当空佐小田原康弘、コパイロット一等空尉福留雄一、ナビゲーター担当空佐木野真介、フライトエンジニア一等空曹田村直樹、以上4名により本日の YS11 のフライトを華やかに彩ります。アナウンス担当空佐田村博人、フライトエンジニア一等空曹田中勝利、ロードマスター一等空曹北原俊久、同じく一等空曹竹村正也、2番パイロット一等空尉平田雄介、コパイロット一等空尉石川桜尾、同じく担当空尉古賀太郎、フライトエンジニア伊藤空曹沢村雄二、ロードマスター伊藤空曹松森大地、伊藤空曹有家智則、同じく担当空曹徳弘総一郎、以上13名による C1 人気の迫力あるフライトをお楽しみください。皆様会場正面をご覧ください。2機の C1 が並んで進入してきます。この2機は皆様の目の前で左右に分かれます。向かって左の1番機は必要動作のための準備に向かいます。向かって右の2番機がこれから八王子展開をご披露します。現在の速度は時速360キロ、機体の角度は60度です。この急旋回の間、パイロットは地上の2倍の重力に耐えながら高度と傾きを一定に保ち旋回を行っています。これだけの高機動まで飛行機は世界でも出ておりません。
8の字を書くように抽選会を行います。 YS11 のような安定性の高いプロペラ機でこのような軌道を取ることは非常に難しく、パイロットは大きな操舵力と戦いながら操縦しています。この C1 は機首を上げた上向きの姿勢をとり、高度 200m から貨物を滑り落とします。本日は連続で4個の貨物を搭載いたします。海上正面の地上から上がっている白い煙は乗組員に風を知らせるためのものです。
て皆様にご覧いただくのは YS11 によるゴーアラウトです。会場右手をご覧ください。会場右手から YS11 が進入してきます。航空機は着陸進入中、風や鳥などにより着陸を継続することが危険だとパイロットが判断した場合、着陸をやり直すため最大出力で再び上昇します。これを航空機の世界ではゴーアラウンドと言います。パイロットには安全に着陸するため、いついかなる時でもゴーアラウンドを判断する瞬時の判断力と冷静さが求められます。左斜め後方から YH11 が皆様の正面を横切り、右後方へ通過していきます。第一空挺団の隊員21名が降下します。まずはじめに C1 から危険降下員1名が風の測定のため降下します。今回降下する危険降下員は陸士長久保周平、宮崎県出身です。
会場後ろ側をご覧ください。 C1 番機が翼の後ろにあるフラップという装置を使用して低速で海上昇の上へ向け飛行していきます。速度は時速約180キロ。この速度は大型の航空機にとってかなり遅い速度です。
完了しました。皆様会場一覧をご覧ください。エンジン以降もいよいよ終盤です。YH11 が進入してきました。これからお見せしますのは360度オーバーヘッドランディング、通称360です。これは主に軍用機が使用する着陸方法で、短時間に着陸するために皆様の目の前で急旋回し減速します。進入速度は時速430キロ、減速の後は220キロになります。YH11 はロールスロイス社製のターボプロップエンジンを2機搭載し、最大巡航速度は約550キロ、最大巡航高度は約6000メートル、航続距離は約2500キロメートルです。
速度は時速550キロ。1号 C1 は海上上空で上昇しながら機関旋回を開始し、減速しつつ着陸態勢に移ります。お心当たりの方は総合案内所までお願いいたします。最後に着陸する C1 は設置から停止するまで1回転で着陸するショートフィールドランディングを行います。ショートフィールドランディングとは滑走路が短い構造でも降りられる戦術輸送機としての性能に便利な着陸方法です。本日は設置してから停止するまで450m という短い距離で着陸するところをご覧いただきます。390m でした。通常の着陸を行った1番機と比べてかなり短い距離だったのがご覧いただけたと思います。海上自衛隊、航空自衛隊の G や V など航空輸送する任務を実施しています。そして今年3月 C2 が配備され、今度は C1 に代わり C2 により